虚空遍歴その第116回 12-6 の後の独白続きから、江戸のお家からはお金と一緒にお京さんの手紙が届いた。あの方にではなく私に宛てたもので、看護の礼とまた変わったことがあったら知らせてもらいたいという頼みが書いてあるだけで、私が何者であるか、あの方とどんな関わりがあるかなどのことには少しも触れていなかった。おそらくあの方を信じきっているからであろうが、女であるならどんなに信じきっていようとも、いいえ、信じる信じないとは関係なしに、疑いや嫉妬心が起こらずにはいないはずだと思う。聞いたこともない遠い土地で夫が病気にかかり、知らない女からそれを告げる手紙が来ても何とも思わないのだろうか。あの方も心の中はわからないが、江戸の話は決してなさらない。お京さんのことも生まれた赤さんのことも話さないばかりでなく、すっかり忘れてしまっているようにさえ感じられる。こういうご夫婦もあるのだろうか。それともお二人の愛情がもともとそんな風だったのだろうか。私はお京さんのためにずっと影線を欠かさなかったけれども、それからは張り合いがなくなり、そんなことをするのが少し嫌になってきた。あの方はまだ節付けにはかかっていない。今度の病気で懲りたものか、体を十分に治したいのか、毎日よく歩きに出るし、食事もわがままを言わず、夜も熟睡するようだ。外出するとき、三度に一度くらいは私も一緒に行く。今城という土地は狭いけれども、日野川の流れもきれいだし、周りを取り囲んでいる山々の一日ごとに緑の色を変えてゆく様も美しい。あの方は川の眺めが気に入ったのだろう。大抵はそこへ行って岸に沿って歩いたり、草原に腰を下ろして水の流れるのをいつまでも見ていたりした。私が一緒に暮らすようになってから、あの方がこんなに落ち着いて健康であったことはかつてなかった。どうかこの調子が長く続いてくれるようにと祈らずにはいられない気持ちだ。 13-1 人間がまっこと人間らしくなるには自分を自由にすることだと無仏が言った。この世界のあらゆる事物から自分を解放するわけだな。義理、人情、諸欲、恩愛、生死、あらゆる絆を断ち切らなければいかん。五体そのものにも縛られてはダメだ。昼夜は濡れ縁に足を伸ばし、柱に背を持たせたまま日野川の方を眺めていた。虚空遍歴その第116回13-1途中まで。2021年8月10日。